博多和幸社のラーメン、博多和幸社は本店を福岡市博多区に置くラーメンのチェーン店である。豚骨ラーメン専門店として福岡県下を中心に東京、大阪、京都、岡山、札幌、沖縄と国内15店舗、世界9カ国48店舗を展開している。運営会社は株式会社ウィンズジャパン。博多和幸社は 入沢元、吉村康介、入沢伊佐浦によって2004年3月に福岡市中央区大名で開業した。豚骨と魚介を合わせた泡立ちのある、まろやかな白いスープが特徴で、元祖方形と自称している。豚骨スープのベースである豚骨は、豚の頭、背骨、丸骨といった部位を使用している。麺は製麺や喜びしのものを使用し、通常よりも幅を広くした。 特注の細麺を使用している。チャーシューはラーメンとの相性を考慮したカタロースを使用している。店名は一つでも多くの幸せを関係者全員に与えられる空間を作りたいという経営理念に由来する。2005年には福岡市博多区のキャナルシティ博多ラーメンスタジアムへ出店しチェーン店舗の展開を始めた。2006年に 京都府に京都へしゃげ麺工事店を出店し、福岡県外初出店を果たした。2007年6月27日に、博多和幸社の経営会社として株式会社、ウィンズジャパンを設立した。海外展開も積極的に行っており、2011年6月のインドネシアジャカルタへの出店を契機に2020年3月、現在、9カ国64店舗を展開している。 2014年には日清食品より有名店シリーズとして博多和幸社のカップラーメンが全国販売された。2008年より自家製麺喜びしとして自家製麺の製作、使用を開始したが2010年に分社化し製麺事業を株式会社帝国カンパニーが製麺や喜びしとして提供することとなった。帝国カンパニーはその後2017年に 喜び主株式会社へ社名を変更し、麺の提供を続けている。また、2008年には、福岡発となるつけ麺専門店博多元助を福岡市中央区にオープンさせた。カウンターに IH ヒーターを導入して、顧客自身が任意のタイミングでつけだれを厚めの状態にできるようにしたシステムを提案し、つけ麺提供設備として実用新案登録を取得している。 2017年7月27日に店舗設備の老朽化や材料飛行等などを理由として閉店したが、博多元助の野号は継続させている。2018年には博多本店を全面改装し、世界各国に事業展開しているチェーンのモデル店舗となることを目的として総本店をオープンさせた。日本国内店舗日本国外店舗。ありがとうございます。